プリス・パピルスは、エジプト中央国時代の第十二王朝のパピルスで、フランスのオリエント研究家、エミル・プリス・ダヴェンヌにより、テーベで発見され、1847年に発表された。現在では、パリのフランス国立図書館に収蔵されている。このパピルスの文書は、第四王朝のファラオス・ネッフェルに仕えたと称する、影ニの教訓の最後の2ページを含んでいる。これは、 格言や実践的な訓戒を取りまとめたものである。影無二の教訓の次には、唯一完全に伝わった、プタハホテップの教訓が記述されている。IS ・エ,エドワード、NGL ・ハモンド、C.J. ガット、ケンブリッジの古代史、ケンブリッジ大学出版1975、P159、ミリアム・リヒタイム、古代エジプト文学第一巻、1973、 p59z, ザバリトリーブド11時20分 gmt24911 パピルスプリス jw ボーンバティスコンデージーガン東方のチェプタハホテップの教訓と影虫の教訓世界最古の本ロンドンジョン・マリーアルバマールストリート1906 https://www.gutenberg.org コロンススララッッシシュュスラッシュファイルズスラッシュ30508スラッシュ 30508-h スラッシュ 30508-h.htm ありがとうございます。<arguing. Background> <cida>